小森義孝です。ポジションはミッドフィルダー。サッカーを始めたのは、小学校4年生できっかけは友達に誘われてたのか誘ったのか、よく覚えていません。で、小学校の時はサッカー、野球、水泳をやってました。サッカーがやっぱ一番大好きで、その次に野球、水泳っていう感じでした。で、プレースタイルは、ドリブルばっかしてました。小学校の時はもう毎日毎日友達と練習したり、自分で練習して上手くなりたいと思いながら、日々ボールを蹴ってたのを今でもよく覚えています。そんな少年時代でした。大家好，我是台中福特的李明威，我的位置是守门员。我是从小学三年级开始踢球的。那为什么会开始踢球呢？是因为小学接上体育课时打躲避球，被足球教练看到，而进一步找我去球队当守门员。那我小学是一个怎么样的球员呢？我觉得我自己是一个很积极的球员，当教练交代下来的每一个课题，都会很努力的去完成它，而进一步去套用在接下来的每一场比赛上。而至今我依旧享受足球带来的乐趣，未来我们也会努力面对大大小小的每个挑战，大家为我们加油。而这就是足球与我的故事。大家好，投进之花，我是黄胜杰。那我自己上场的位置是进攻中场还有编译球员。那我从国小三年级就开始接触了足球这项运动。那我为什么会加入足球队呢？因为我觉得足球是一个非常热血的运动，它可以在你人生道路上认识到很多不一样很重要的伙伴。然后我从国小开始，我就是一个非常有企图心的球员，什么事情都喜欢争第一的球员。所以我觉得足球带给我最大的学习就是懂得不要放弃。对，只要你不要放弃，你永远在任何的比赛啊，还有做任何事，你永远都还有机会去跟别人做的不一样。我觉得足球这块运动就是一个讲求心态还有魅力、团队合作的一个运动。这样，对，谢谢大家。皆さんこんにちは。背番号7番小川圭介です。サッカーを始めたのは小学校1年生の時で、きっかけは小学校1年生の時に J リーグが開幕したんですが、それをテレビで見て、まあ、なんなんこれかっこええやんってなって、サッカーを始めました。当時のプレースタイルは、まあ、とにかくドリブルが大好きで、試合中も練習中も相手を何人抜けるか、そんなことばっかり考えて、それにフォーカスしてプレーしました。Hello， 大家好，我是台中福特罗的王瑞，位置是后卫。小学三年级加入了足球的校队，开始踢球。会接触是因为朋友以及姐姐，他们在踢球，让我觉得足球很帅很酷，想要跟他们一起踢。小时候的我呢，非常的好动。也蛮感谢当时的教练以及之后求学的老师们，帮我打下我非常好的基础，也让我对于足球这方面更有执着，让我有目标动力继续前进，促使我成就现在的自己。也蛮开心能够在这边跟大家说说自己的经历，希望疫情下我们能够保护好自己。那台中大家庭们，我们一起为疫情努力，加油！